飢饉、飢饉、飢饉、とは、何らかの要因により人々が上苦しむことを指す。競技においては、一地域における死亡率を急激に上げるような、極端な食料不足の事態を指すことが多い。主食とする農産物の大規模な不作を契機とする場合が多い。飢饉の原因はその具体的事例によって異なり、 また何に焦点を当てるかによって原因とするものも異なったものとなる。以下では一般的な基金の原因を挙げる。食料の不足は自然災害や人為的な要因によって発生する。自然災害による例を分類すると、である。火山の噴火では地球の成層圏まで火山性ガスや火山灰に覆われることによって日照条件などに不都合が生じ、 稲や麦などの作物の生育にダメージを与えることによって生じる。また、局地的な気菌の原因となるが、近隣の火山噴火によって生じる火砕流や火山灰の荒廃による農地へのダメージも原因の一つになる場合もある。地震が原因の場合には、地震断層が生じることによって、農地または灌漑設備などの農業設備の破壊や、 場合によっては水平そのものが影響を受けることによって生じる。台風が原因の場合には、稲や小麦の収穫時期に近い時期に台風が農地へ、浸水被害をもたらすことによって生じる。長雨、日照りに関しては、ブロッキング高気圧の発生や梅雨前線の異常停滞等の減少によって発生する。その原因は明らかではないが、偏西風の蛇行による場合が多い。 中外に関しては、これまで原因が明らかになっているのは、外中の産卵繁殖サイクルによるものと、外国島から外中がもたらされ、その虫を食べる他の生き物による食物連鎖がなかったために発生する場合とがある。人為的な要因による例を分類すると、である。食料の不足が何らかの理由で発生しても、必ずしも基金となるわけではない。 とりわけ近年の農業技術の発達や食料、生産量の増加、国際的な輸送体制の下では、絶対的に食料が不足することは稀である。実際に、基金に際してもその地域、国家のすべての人が餓死するわけではなく、むしろ一部の人々が餓死する一方で、一部の人々には、食料が豊富にある場合が多い。また、 飢饉が発生している地域から食料が外部へと運び出される例も見られる。そして、過去の飢饉の記録を見ると、用の東西や時代を問わず、都市部で餓死者が少ないか、食料が不足していないことが多く、むしろ都市部へ人が避難して、衛生状態が悪化したことによる薬病の例が多い。このような点から、飢饉の原因は、食料の配分。 つまり餓死者が食料を手に入れられなかった理由にもある。以下ではその主要な理由を挙げる。これらは通常複合して飢饉を引き起こす。飢饉により最も大きな被害を受けるのは高齢者や子供、病人などのもともと体力の低下したものであり、またもともと生活の苦しい貧困層である。基金によって食料を得られないことによる直接的な餓死のほか。 体力の低下による薬病の増加、普段食べないものでも食べざるを得ないことによる下痢などでの死亡なども引き起こされる。また、多くの基金において、食料を求めて都市部などに、多くの人が移動し食料を求めた略奪、暴動が発生することもあるため、治安の悪化や生活環境の悪化が発生する。加えて、食料を得るために、家屋や農地、 家畜などが売り払われるため、基金後に経済格差が拡大する要因ともなる。基金における死者数、被害者数は正確な算出が困難であり、様々な立場の人や集団から様々な推計が出される。続日本期、発生規制率には、大法2年、702年9月17日上から、延暦10年、791年5月12日上の 約89年間で、基金に関する記述が少なくとも116回を超えている。そのうち、天平法治7年、763年の記述が、14回、20国、同じ国を含む、天平神語元年、765年が、12回、17国、同国含む、後期5年、774年が、14回、15国、同国含むと集中している。 また、一度に基金になった国の数、四国未満は省く、として、経営運二年、七百五年十二月二十七日上で、二十国、同三年、七百六年二月十六日上で、七国、天平法治四年、七百六十年三月二十六日上で、十五国、同六年、七百六十二年五月四日上で、機内と五国、天平人五元年、 765年2月15日上で4国、同年3月16日上で6国、延暦4年785年10月10日上で4国、同9年790年4月29日上で14国、同10年791年5月12日上で4国と記録されている初期、初期に 具体的に基金者の人数が記された条として、後期10年、779年8月2日条に3004人。延暦9年、790年8月1日条に、多財府間かつか、九州諸国で8万8千人余りが基金になったと記される。奈良時代では、基金が起こるたびに、朝廷会社と薬と物資を各国に送っていたことが、記述され、 薬病と飢饉が頻繁になると天皇が天に徳を示すために大社を行った食器より気候変動研究では16世紀以降に寒冷化が進み飢饉が頻発することになる苦島のりこ日本の歴史13一期と戦国大名講談社2001年 P281 例えば 越後上杉氏の多国出兵時期と期間から口べらしの意図が考えられ、特に基金の続いた A6 年間に、上杉謙信は関東への出兵を繰り返しており、同書 P283。これは戦争が基金を起こすのではなく、基金が戦争を起こしていた例とされる同書 P283。基金が元で、あるいは一員として改元した例としては、以下がある。 ミ岸ギ夫中世災害、戦乱の社会史、吉川博文館2011年、PP76 から77、受影、寛義、上映、証言、報徳、鑑賞。ことわざに、一年の平乱は三年の基金に劣ると、あるように、日本では、基金の害は戦争以上のものであるという考え方がある、鈴木東蔵広田英太郎編。 古事ことわざ辞典東京堂、出版1968年 p 6 2前6 4 7年、真で飢饉が起こった際、恵公が真に食料援助を求めたが、僕公は恵公の悪性を理由に断ろうとしたところ、家臣の民に罪はありませんの一言を受け、援助することを決める。翌年、今度は真で飢饉が起こったため、僕公は進むに援助を求めたが、 恵ぐみこは食料を送らず、占領する好期と捉え、攻め込み、半減の戦いが起こる。渡辺義弘、春秋戦国用泉社2018年、P55。これは、人道から支援した国と両国を広げるために、戦争を仕掛けた国の、両礼と言える。四世紀初頭、河北地方で数年にわたって退官、日照りが起こったことに加え、八王の乱による、 治水事業の破壊があさって、この時期、毎年、飢饉が生じた、工術書。安住の地を求め、住民が、南方の州、軍に向かい、流民の数は、約30万戸に上り、精神の、全個数377万の12分の1に達し、河北の総個数60万の半ばに及ぶと、推定される、貝塚刺激、中国の歴史中、 岩波新書発札1972年 P13。結果として、北方移民族の難化を招き、河北域での建国に至っている、同書 P13。1877年から78年の干抜による大飢饉では、950から1300万人の餓死者を出した。1960年代には、毛沢東の大躍進政策により、 大飢饉が発生し2000万から5000万人もの死者を出した。三国式白木本義には、740年代後半から750年代後半にかけて天候異変により、飢饉、薬病が発生したことが記録されている。長江は745年から見られ、747年になり、日出りから飢饉、薬病が流行することになる、工術書。 p147。755年には、自分の桃肉を切り取り、父親に食べさせた男の話が、慶徳王の耳に入る、三式。対応するように、日本側の資料である、俗日本記において、天平法治三年、759年九月、天皇の太財布に対する直の中で、白木本国の租税へ、老役から逃れるため、日本に来航し、帰化申請する。 白木人が多くなっているとする記述が見られ、帰国を希望しなかった、白木人が131人いたと記す、田中文夫、越境の古代史、角川ソフィア文庫2017年、P146。白木の建徳王6年、814年5月に、半島西部域において洪水が発生し、翌年8月には、西部広域で飢饉が生じ、陸では盗賊、海では、 海賊が頻繁に現れるようになる、別冊歴史とか本日本古代史、騒乱の最前線戦乱と清掃の謎を解く、新人物往来者1998年、PP313 から318。関連記述として、中国の旧東女白木伝には、元那十一年、八百十六年に、白木の貴民百七十人が職を求めて記した記録が見られる、 同書 P313。819年に草族が発生し、821年になると、貴民が子孫を売って自活する事態まで発生している同書 P313。不作による基金と国家財政の悪化、そして税収の取締りの厳格化から国内では判断が発生し、三国式889年上、最終的に 国家財政を国外である日本の津島から略奪することによって解決しようとする試みイコール国家公認の海賊行為にまで発展している同書 P318。北朝鮮においては建国以来何度か飢饉に襲われるたびにソ連、中国の膨大な援助で救われていたが、最大の援助国であったソ連崩壊後の1990年代中期には大飢饉が発生し、 毎年100万人以上の餓死者を出した苦難の幸軍。原因としては工作地開発のための森林の過剰伐採による大規模な水害、経済危機、諸外国からの孤立による食料援助の中断などが挙げられる。1945年に日本占領期のハノイハイ本地区を中心に大飢饉が発生した工術書 P193。 トンキン地方は二期作であったが人口が多い。ため完全な自給自足は困難で、年間8万から10万トンの米メコンデルトなど、他の産地から補充していた、工術書 P193 が、この一帯を44年に、暴風雨が襲い、農作物に大きな被害を出すとともに米軍機の爆撃により、鉄道や強化が破壊され、補充もできなくなる、工術書 P193。P さらに、日本が穀物を作っていた畑1万ヘクタールを重度栽培に切り替えさせたことも重なった上、同年12月から正月にかけては稀に見る寒波が遅、結果、栄養失調の貧民に多数の死者が出る。多くの農民が亡くなり、45年の6月まで続く。当時、ベートミントンの戦争に追われていた日本軍は死亡者数に関する記録を作らなかったため、 正確なデータはない。亀山明、ベトナム戦争サイゴンソール、東京大、岩波新書4冊1974年、PP192 から193著者の亀山はデータを作らなかったため、何百万人死んだと言われても反論する論拠もないと、する。ギャラリー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。